アクセンチュアが常に求人出しているのなんか気になります。監査法人みたいなのもよく見えます。いやよく見ますか。アクセンチュアは一般雇用でさえ平均勤続年数4、5年らしいので。まあでも4、5年はあるんだ。はい。まあコンサルって短いですからね。いる時間がね。まあ今、大人気のアクセンチュアさんは確かに、ちょっともう一回マイナーリーグ見ていきましょうか。 えっと、マイナーリーグにも常に求人が乗り続けてるってことですよね。ああ、ここにありますね。うん、常にこの求人が乗ってるってことですよね。まあ、だからどんどん辞めてんじゃないのみたいな風に思われてると。ああ、そうなの。大阪ができるっていうのは言っていいんだ。そうなんですよ。で、ここに、おとといかなあの、私、大阪出張で行った時に、おおじゃあちょっと見に行こうと思って行ったら、まだ鍵閉まってて、<laughs> ガンガン、ガンガン。 朝一でやっちゃいました。えー、まだ空いてないんだみたいな感じになっちゃったんですが、大阪にもできますので、あの、関西の方、ぜひぜひ、このアクセンチュアさんの、当社がサテライトオフィスっていうところで、運営のサポートしているところで働けるというところですね。で、アクセンチュアさんがなあ、なんでこんなに求人出まくってるのか、辞めてる人が多いのかってことなんですけど、えっと、簡単に言うとですね、会社自体がものすごく急成長してるんで、 あの障害者雇用が全くこう異次元の多さなんですよねはいだから通常だったらどんな会社でもせいぜいですね聞く数字って数十人単位なんですけど100を超えている単位で毎,毎年になんかね採用活動みたいにされてていやこれは大変だなっていうはい感じです、まあ、ですのでなんか変なあよくねあのずっと求人出す会社はブラックだとか言うじゃないですか 会社もそうですと <laughs> か。でも、それは成長しているとどうしてもそうならざるを得ないし、特に障害者雇用とかは、全体の中に掛け算でですねあの募集するので、会社のどっかがす,すごい成長していれば、ですね基本的に結構な掛け算で必要になりますね。はいということで、まあ、そこは安心していただければと思います。そんな変なな変理由じゃないってことこですね